ザ・テッックビトインアスようこそこのポッドキャストでは今まさに注目を集めているテクノロジーについてその過去現在未来をご紹介しますこんにちは番組ホストのレイモンド・インです半導体と電子部品の世界的大手代理店マウザー・エレクトロニクスでテクニカルコンテンツ担当ディレクターを務めています今日は少し違った角度から 5G の話題を再び取り上げたいと思います昨年 ジョージア工科大学のマシュー・ブロック博士との対談で 5G が製造物流輸送ヘルスケアなどの主要産業に革命を起こすポテンシャルがあることを話しました 5G についてのさらに詳しい技術情報については前回のポッドキャストを視聴していただくか当社のコンテンツマウザー .com スラッシュエンパワリングイノベーションをご覧ください私たちの多くはモバイルデータ通信をソーシャルメディアやゲーム コンテンンテツのストリーミングなどに利用していますしかし世界中の企業ではワイヤレスデータ通信をミッションクリティカルなアプリケーションに利用しており現在多くの企業がこのような重要な業務に非パブリックまたはプライベートモバイルネットワークを利用し始めていますプライベートモバイルネットワークはその名の通りアメリカのベライゾンのような通信事業者ではなく個々の企業が所有し運営するものです 3GPP リリース16で非パブリック 5G ネットワークの定義と詳細が示され最近のリリース17でさらにそのコンセプトが明らかになったため現在ではすでに LTE や 4G を使っていた多くの設備が新しい 5G ネットワークに移行を始めています市場調査会社のガートナー社は企業が 5G の機能を活用し始めたためプライベート 5G ネットワークは今後数年間で約35%成長すると予測しています このプライベート 5G ネットワークが世界中の企業でどのように利用されているのか、今日は Asox 社の CEO、ギラッド・ガロンさんにお話を伺います。ギラッドさん、ザ・テックビットインアスへようこそ。こんにちは。よろしくお願いします。簡単にご自身と Asox 社の事業内容について少しお話しいただけますかわかりました。私はギラッド・ガロンと申します。現在、Asox の CEO を務めております。 当社は企業向けプライベート 5G ネットワークを提供しており主に産業用ユースケースに注力していますもちろん今日はもっと広範囲にわたってお話しさせていただきますが当社はこの分野で18年ほどの歴史があり4大陸に拠点を構え従業員は約100名になります素晴らしいですね言うまでもありませんが長きにわたってプライベート 5G プライベートネットワーク特に 5G ネットワークに携わってこられたということですね はいおかげさまでこの分野で実績を積むことができましたこの業界でネットワークの仮想化が注目される約10年も前から今ではごく当たり前になったコンセプトを啓蒙する立場にあったのですですからこの10年というものその動向と注目技術の進化を追うという醍醐味を味わってきました素晴らしい ASOX はネットワークの出現とともに成長してきたわけですがプライベート 5G ネットワーク あるいはプライベートネットワークとは何でしょうか特に 5G ネットワークとは簡単に定義していただけますかもちろんです。プライベートネットワークの最も明確な定義は一般のプロバイダーや通信事業者が提供するパブリックネットワークとは異なり、ネットワークが個別に所有されているということです。ただし、プライベートといってもプライベートネットワークは通常組織の管理下にあり、規制が厳しく、 多くの異なななる規制や標準に従わなければなりません 5G が登場する前にも 4G やその他のモバイル通信のプライベートネットワークは石油掘削場や鉱山などの孤立した場所に存在していました最近月面にプライベートネットワークが構築されるという記事を読みましたこのように目に入りにくい場所というのが重要な定義の一つですしかしプライベートネットワークを明確に定義する上でもっと興味深いのは プライベートネットワークによって企業が自らの運命をコントロールできるようになることだと思います容量やパフォーマンスネットワークをどのように利用するかなどを規制を受けずより迅速に決定することができるのですプライベートネットワークは企業が通信事業者から特定のセグメントや無線基地局をリースするというような単純なものではないのですね実際にはその企業が自社のビジネスモデルに基づいて ネットワーク全体をほぼゼロから構築するわけですねその通りです繰り返しになりますがプライベートネットワークや 5G ではさらに複雑な定義がいくつかあり時に混乱することがあります通信事業者はネットワークスライシングと呼ばれる技術によって差別化されたサービスを提供することができますしかし一般的に企業や組織は例えば工場内やキャンパス内のような環境で外部の組織に管理されることのない 自分たち専用ののネットワークを所有したたいと思うものですただし必ずしも所有権にはこだわりませんサービスプロバイダーやシステムインテグレーターからリースしてもいいのですがやはり自分たちでコントロールしたいのですこの定義にもう一つ付け加えるとすれば周波数帯の問題がありますご存知のようにパブリックネットワークは40から50年前からありましたが通信事業者にとってインフラとユーザー以外の主な資産とは 多額を支払って所有した特定の周波数のライセンスなのですプライベート5 g ネットワークはその周波数の政策が大幅に変わったためドイツなどの市場を皮切りにヨーロッパやアジアの他の市場へと拡大していきました後ほど米国の cbr s タについても少しお話ししたいと思いますしかし基本的に今や企業は工場などで自社でネットワークを管理するだけでなく 専用のローカルなな周波数を所有できるようになったのですこれが2つ目の大きな創造的破壊となりプライベート 5G ネットワークを可能にしていますつまり技術やニーズだけでなく周波数帯や政府の政策も全て揃ったためこのトレンドが生まれたのですこの3つのうち1つでも欠けていればこの業界はこれほどまで早く成長することはなかったでしょう周波数帯のお話がありましたね では、プライベート 5G ネットワークは、パブリックネットワークが使用しているのと同じ周波数帯を使用しているのでしょうかそれとも、RF 周波数帯全体の中で全く別の帯域なのでしょうか一般的には同じような帯域ですが、違うレンジです。例えば、ドイツやヨーロッパのほとんどの国では、政府によって割り当てられて、よく使われる帯域は 3.7GHz です。しかし、3.5や3.4、 の事業者も見られますつまり近いのですが別物なんですアジアでは4.8ギガヘルツアメリカでは CBRS で3.5ギガヘルツ帯がよく使われますつまりまだいわゆる C バンドなのですが産業用途に特化したものであることは間違いないでしょうつまり今お話にあったように顧客である企業は世界中にある大規模施設の通信インフラの帯域容量構築について 完全に自社で管理することができるのですねその通りですそしておそらくこれが極めて従来型の産業例えば工場のような最もリスクを恐れる産業でさえも重要な通信をセルラー通信に任せようとする理由なのでしょうこれまでどんなに通信事業者やサービスプロバイダーが重要なニーズに対応できるサービスを提供すると説明しても企業は納得しませんでした というのもご存知のようにインターネット回線はほとんどの場合信頼できるものですが産業施設政府施設物流施設はほとんどの場合では困るのです常時接続を確保するためには設備の社内設置が必要ですプライベートネットワークをカバーするには専用のアプローチが必要なのです今のお話にあったようにこれは企業が自らの運命を支配するということであり複雑な工場現場の 24時間365日の運用をパブリックネットワークに委ねようとしないということにつながるのですねプライベートネットワークを導入しそれを自ら管理する何か問題が発生しても社内に解決できる人材がいるので通信事業者のスケジュールではなく自社のスケジュールですぐに解決できるわけですねその通りですしかしそこでこうしたネットワークのもう一つの側面が非常に重要になるのです それはプライベーートトトネットワークの IT 化、化ソフトウェア化です。電話会社の時代には言ってみれば電話会社のエンジニアを呼んで工場の専用ルームを開けてそこで設備を管理してもらいましたしかし自社でネットワークを管理しようと思ったらツールの中で行うしかないのです GUI などのインターフェースだけでなく他の IT サービスと同じようにこのネットワークの管理構築アップグレード メンテナンスまでを行うのですほとんどの工場や企業には IT 部門がありますしかし通信部門がないため 5G を別のリソースとして管理する必要がありますそしてここでもう一つの革命がとても重要な意味を持ちます VMware や Google、Microsoft などのツールを使えばプライベート 5G ネットワークを構築し管理することができるのです クラウドプロバイダーのことを言い忘れていたことをお許しください。しかし、基本的に他の IT やクラウドのリソースと同じように管理することができます。これがもう一つの革新的な進歩であり、とても重要なことです。なぜなら、もし私がまだ専用装置の話をしたり、操作したりする必要があるなら、私がこの技術を採用し、理解するには、おそらくもっと時間がかかったでしょう。人々が私のところに来て、へ、ええ。 管理だけじゃなくネットワークのアップグレードやメンテナンスもソフトウェアでできるんだねというかもしれませんストレージ管理やセキュリティ要素の管理なども同じように行うことができますこれがテクノロジーベンダークラウドベンダーシステムインテグレーターが非常に力を入れて推進しているもう一つの革命ですそしておそらくこれが製造業において10倍100倍のカバレッジを得ている理由の一つなのだと思います今や製造現場は これらのののテクノロジー企業の注目の的ですというのも 5G イノベーションが実際に起きているのは製造現場だからですパブリックネットワークで起きているのではないのですモレックスの RF フレックス2ボードコネクタは最大 15GHz の周波数小さな 5G ミリ波に対応しプリント基板の最大限の小スペース化を実現しますまた EMI シールド堅牢な看合 電源と高速信号に対する柔軟性とピン配置を備えており、幅広いアプリケーションにおいて設計の汎用性が向上します。詳細についてはマウザー .com スラッシュモレックスをご覧ください。5G がロボットや自動化によって現場に革命をもたらすことについて様々なコンテンツや動画、記事を提供してきました。これまでお話しされてきたことは IT リソースと呼ばれるもの、つまりクラウドリソース、 通信リソースなどをすべて一つにまとめることができるということで、言い換えれば、これらすべての企業がすぐに確認できる一つの場所で管理するということだと思います。ボトル X に問題があれば、より重要なのは、どこをアップグレードする必要があるのか、どこに投資する必要があるのかを知るということですね。その通りです。しかし、今おっしゃったように、私は情報の中心にあって、一方では、優先。 無線のネットワークから情報を取得し他方では管理ソフトウェアにアクセスすることができますこれによってイノベーションを素早く生み出すことができるようになります例えば AI ソフトウェアについては様々な議論がなされていますしかし工場における AI ソフトウェアの導入は人々が感じているほど早くはありませんでしたその理由の一つとして結局のところ工場のほとんどのセンサーやアプリケーションは 特定のアプリケーションに接続されているからです。ですから、AI を追加することは、思ったほど簡単ではありません。しかし、新しい接続レイヤーを追加する場合、この例では、従来型のロボットから始め、新しいネットワーク、5G を介してデータセンターに接続します。その上に AI レイヤーを追加するのは非常に簡単です。そうすれば、もっと早いペースで新しいイノベーションを生み出すことができます。 なぜなら私のデバイスや使い方が全て優先である限りある意味物理的な配線だけではなく情報の出力が特定のソフトウェアに行くものだったからですそのため一般的な AI 観測の作成に着手するのは非常に困難でしたそのことを証明するような例を挙げてみましょうお願いします 1>, 1年半前に台湾でプロジェクトがあったのですが。 実はプライベート 5G ネットワークの最初のプロジェクトの一つでしたそのプロジェクトのアプリケーションは極めてシンプルでした 5G を既存の光学スキャン装置に接続するというものですそこで私は「なぜ 5G が必要なのですか?」と聞きましたその機械は移動式ではなく固定されており決まった仕事をするものですそのアイディアとテーマはシンプルでありながら素晴らしいものでした彼らは答えました この光学スキャナが取得した情報を特定のソフトウェアに送ってあることをチェックするようトレーニングするのですプロセスにある欠陥やエラーのことですごく一部の範囲にエラーや位置調整があるわけですねその通りです行うべきことは別のレーンで全く同じ写真を撮りそれを外部の AI ソフトウェアに移してどうなるかを確認するだけですするとどうでしょう 文字通り一日でぶどまりを約7%改善することに成功したのです。その AI ソフトウェアは何を発見したかという事前情報を全く持っていませんでしたが、そのカードの別の部分の欠陥を発見したのです。非常に驚くべきことです。しかし考えてみると、5G によって生まれた新しい情報レーンというのはかなり直感的です。もう一つの例は、もう少し最近のことで、移動型ロボットを AI に接続してみたものです。 そのロボットは基本的にビール製造蒸留用のタンクの漏れをチェックするために使われていました 5G はビール事業にも活用されておりこのロボットは「漏れを探す」という用途で使用されていましたがその後その情報をもとにエリア内の他の危険も見つけることができることが分かりましたつまり 5G という新しいレーンは工場での代替レイヤーではなく追加レイヤーとして提供されます それは私たちが過去2年間に見てきて謙虚に学んだもう一つの教訓だと思うのです新しいテクノロジーの最大の間違いの一つは全てを置き換えることを目的としていることですそして自信満々で工場に乗り込んできて今までやってきたことは間違っていたあなた方のビジネスのやり方をこれから変えますと言いますこれは必ずしもベストなアプローチではありませんでもこう言ったらどうでしょうか もう一つ情報レイヤーを追加しましょう。こちらの方が楽になりますよ。スキャドネットワークを行っていることをすべてつなぎ直したり、再検証したりする必要がなくなります。ただ情報レイヤーが一つ増えるだけですと、抵抗は少なく、率直に言って費用対効果がより早く、簡単に現れるでしょう。おっしゃる通り、産業界は新しいテクノロジーの変化に抵抗があります。そのため、新しいシステムやネットワークを導入するために、 これまで導入してきたものを全て破棄するということはしません。5G は既存のネットワークに適用でき、通信や管理を強化させることができますね。また、今あるものを完全に置き換えて、ゼロから認証などを取得するのではなく、今あるものをベースに構築することができるわけですね。その通りです。おそらく他の業界では、物流業が 5G キャンペーンビデオで注目されています。物流センターでは、 小さなロボットやドローンが飛び回っているのをいつも見せてくれますし実際にそのような光景を目にします物流では 5G は他のすべての通信レーンを本当に支配することができますなぜなら物流センターは結局は一つのの大きな立方体の敷地だからですそのため干渉をほとんど受けない優れた空間を実現し機械をケーブルから開放することができるのです また物流センターで走り回っているロボットを見た時に感じた勘違いがありました私はロボットが基本的に優先であることを知りませんでしたつまりロボットは未だに床面の情報を読み取って動き回っているのです誰もがそれを知っているわけではありませんし少なくとも私は知りませんでした 5G のおかげでロボットはあらゆる方向に動き回れるようになりましたドローンでは上下方向も含みます それは物流の大きな変革です私が驚いたのは物流センターは立方体の中で稼働しているにもかかわらずレーンがあるということです物を保管する場所や積み上げる場所に明確なレーンがありますそしてそのレーンが途切れると出荷されたばかりのパレットがあるためオペレーション全体を何らかの方法で変更する必要があるのですしかし 5G やセキュリティで保護されたモバイルネットワークに大量の動画があれば これは問題になりません。また、特定のニーズや入荷した商品に応じて、保管場所を全体的に変更することも可能です。物流の世界ではワイヤレス、この場合は 5G が、文字通りオペレーションの在り方を変えていく様子を実際に目にすることができます。工場では変化はもう少し静かかもしれませんが、数字を見ればわかることだと思います。私たちが目にしている一つのトレンドは、5G が倉庫の物流や工場の現場において、 真の自立性を可能にしていることですご指摘のようにロボットはもはや床面の進路や表示に支配されることなく真の意味で自立しています作業のあるところに自分で向かいます 5G で何かが変わり 5G で得られる制御が変わればロボットがリアルタイムで様々な機能に再タスク化されることが見えてきますねまさにその通りですモビリティは企業が管理できる形で提供されたとき その威力を発揮しますなぜなら企業はその技術を理解し管理する自信が持てない限りネットワークでのミッションクリティカルなオペレーションには極めて消極的になるからですこのことは定義について最初に述べたことにつながるのですがより明確になっていると思います私たちはまだ安全性などの問題についてお話ししていませんね実はそれが私の次の質問なのですが 5G 特に プライベート 5G ネットワークを導入する理由の一つは安全性でしょうか。第二段階として少し面白い話をしたいと思います。数年前、5G 技術のプロバイダーが全てを置き換えることに熱心だった時、赤いボタンについての有名な話があります。どの工場にも赤いボタンがあって、押すと何かが起こり、機械が止まって。世界がシャットダウンするんですね。世界がシャットダウンし、熱心な営業マンたちは、 さあ 5G の超低遅延を使ってこの赤いボタンをセルラーに移行しましょうというのですもちろんそれにはセキュリティ責任者や安全管理者は懐疑的でした幸いにも 5G ネットワークとアプリケーションの設計者はそれは私たちが提唱したい安全性ではないことに気づきました私たちが意味する安全とは膨大な映像や AI を使ってどのように安全性を向上させるかということです そして当然ながら新型コロナはこうした安全対策を加速させる要因の一つになりましたそれは従業員間の距離を測るという些細なことから始まりましたがそれも安全性向上の一つです今ではセンサーだけでなくビデオを使って衝突にも対応し社員が過酷な温度にさらされていないことを確認しますセンサーは昔から産業界にあったわけですから そして繰り返しになりますが私たちはそれらを置き換えるつもりはありませんただ AI で動画をたくさん追加するとリアルタイムでより早いアラートを作ることができますインダストリー4.0の定義についてあまり話しませんでしたがいろいろな定義があると思いますテクノロジーではセルラーや無線有線 LAN はずっと企業でデータを集めてきましたインダストリー4.0がより興味深いのは特に 5G では そのデータに基づいてリアルタイムで行動できる十分な時間があることだと思いますつまり単に情報を収集し安全性に関する事象の事後検証を行うだけでなく実際に事象の発生を未然に防ぐことができるほど高速化できるのですこれは往復10ミリ秒のレイテンシーの高齢ですこれはどういう意味でしょうかなぜそれが重要なのでしょうか 実際に0.5秒後に発生する事象を未然に防ぐようなケースで重要なのですそれは大変なことですゲームをするための動画が速くなるだけならゲーマーにとっては非常に重要なことだと思いますがそれ以外の人たちにとってはおそらくそれほど重要ではないでしょうしかし2台のロボットの衝突あるいは工場の自立型ロボットと作業員の衝突を避けるにはレイテンシーと反応速度が重要になってきます 全くその通りですエッジコンピューティングであれ 5G の超低レイテンシーであれ構内に設備を設置した威力なのだと思いますそうなんです技術的な観点からネットワークの背後にある支配的力学についてはあまりお話ししませんでしたが仮想化によって実際にネットワーク全体をオンプレミスでしかもコストも驚くほど小さく抑えることができるという事実がありますその一例として 当社のソフトウェアとは直接関係ないのですが、その中の無線側を動かしているものもあります。処理側はいわゆるパケットコアです。30年前、パケットコアの通信事業者は、現在のアマゾンの物流センターと同じくらいの大きさだったと記憶しています。それらは巨大で、数億ドルの費用がかかりました。しかし、今日ではラップトップコンピュータにソフトウェアパケットコアを導入することができます。それほどまでに小さいのです。 つまりサーバー内の数個のコア数個のインテルや AMD あるいは NVIDIA の GPU コアは 5G ネットワークを運用するのに十分なスペースとハードウェアなのですそしてこれがもう一つの重要な革命で今では本当にアクセスしやすくなりましたつまりそのコアがあれば先ほど述べた数字まで往復時間を短縮することができるのですこれは仮想化によりエッジで起きたもう一つの革命であり とほぼ同時期に起こったものですこれらのネットワークはもはや ABB や大手メーカーだけのものではありませんもっとセキュリティを強化したいネットワークの効率を高めたいという小規模事業者にもスケーラブルに対応できるわけですねその通りですまた物流の話が出ましたが私は物流の専門家ではありませんが物流の分野でも同じようなことが起こりました 以前は大規模な集中物流センターがありましたが現在ではウォルグリーンやセブンイレブンの裏手に小さな物流センターを持つのがトレンドになっています私の考えではこれは物流センターに該当しますそしてこのような規模のミニ 5G ネットワークを何万個も設置したいのであればそれに手が届くところまで複雑さとコストと設置面積を下げる必要がありますそしてそれを可能にするのが技術です ですから今はまだ初期段階でもあり誰もが大企業を勝ち取りたいと考えていますが私自身そして当社のビジネスプランでも本当のスケールは複数の物流センターをチェーン展開している中堅企業がコスト面だけでなくスキルセットの面からもプライベート 5G ネットワークを管理する余裕に到達した時に実現すると考えています。そうななれば、工場や物流センターの費用対効果だけでなく、 私たちの日常生活でも本当の意義が見えてくるでしょうそこで 5G の未来が見えてくるわけですが具体的にはプライベート 5G はこれらの巨大センターで能力を向上させることよりもその能力をフォーチュン100の企業ではなく次の層の企業に移行させることだと思いますそしてこれらの企業に効率的な拡張と十分な投資対効果を実現し大企業に匹敵する能力を提供することです その通りです携帯電話業界は 5G のゴールはネットワークのネットワークを作ることだと言われてきました 4G 時代には単位あたりの経済や技術的なアクセシビリティから物理的に不可能でした小規模なモバイルネットワークはありましたが大抵はスタジアムなどでの小さな用途に使用されていました運用の一部を管理できる小規模なプライベートネットワークはありましたがコストが非常に高く 規模が大きくなるため、運用の在り方を変えるには至りませんでした。結局は通信事業者の手に委ねられたわけですが、彼らは全国規模のネットワークの構築に大きな優位性とスキルを持っています。しかし、小規模なネットワークの構築を得意としない傾向があり、率直に言えば運用面では何よりもコストを重視しています。そのため、業界全体が考え方を変えなければなりませんでした。 先ほど述べたように幸いエッジクラウド仮想化 AI 拡張現実と同じトレンドにありますこれらの大きなトレンドは全てコントロールされた環境でなければ本当の意味で実現できません考えてみてください自立走行車について話してきましたが自立走行車はパブリック 5G ネットワークのユースケースとなるはずでしたしかし規制が複雑なため実現には数十年かかることは周知の事実です でももし私の自立走行者が自社の物流センター内をプライベートネットワークで走行するのであれば今日にでも配備することができます冒頭の話に戻りますがこれが 5G のプライベートネットワークとパブリックネットワークで生み出せるイノベーションのスピードの根本的な違いです政府機関や公共企業体が全てに関与し業界全体を管理規制しようとするとパブリックネットワークに対して 企業が単独でネットワークを所有しネットワークに責任を負うと不思議なことが起こるのですねその通りですそしてより地政学的に見るとこのようなことが実現しているのは私たちが強く信じまた提唱してきたことであり非常に喜ばしいことです各国政府は文字通り 5G 政策によって産業界に対してオープンであることの質を図ろうとしています周波数帯の有効化クラウドインフラの実現 家庭だけでなく工場まで光ファイバーが届くようにすることこれらは重要なことですすでに見てきたようにこれは世界最大の産業拠点の一つであるドイツから始まりましたがこの一年半の間にすべての先進国で非常に急速に進んでいます実際このような政策が実施されていない国を一つ二つ挙げるのは難しいです二年前三年前にはほとんど非現実的だったことなのです 世界は進歩しているんですね進歩しなければなりません企業にはより良いものが求められていますもっとローカライズを行いサプライチェーンは短くする必要があります誰もが気づいていることかもしれませんがここ数年長いサプライチェーンを持つことの弱点が明らかになっていますそうですねみんな感じていると思います今度は顧客との距離を縮める必要がありますより早く より安く製品を提供できる能力が必要です接続性だけが唯一の要因ではありませんがこれらの新しい用途やサービスを可能にする要因であることは間違いありませんギラットさん、今日はザ・テックビットインアスにお越しいただきありがとうございましたプライベート 5G ネットワークについてまた、なぜプライベート 5G が世界中でこのような驚異的な速さで普及しているのかについて詳しく解説していただきました ロボティクスや物流の話をしましたが、その他にも成長と普及が進んでいるヘルスケアやその他の産業についてもお話が伺えました。番組にご出演いただき、こうした状況について詳しくお話しいただきまして本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今回のザ・テックビットインアースお楽しみいただけたでしょうか このポッドキャストは当社の継続的なコンテンツシリーズ「エンパワーリングイノベーショントゥゲザー」の一環としてお届けしていますプライベート 5G ネットワークに関するビデオや記事その他はマウザー .com スラッシュ「Empowering イノベーション」よりご覧ください次回は自律走行搬送ロボットについてお話ししますどうぞお楽しみに